おはようございます。1月7日金曜日、今日は妹の誕生日です。はい、ということで今日は、朝一呉市新潟の方へ向かって走っております。はい、じゃあ二保ジャンクションを広島呉道路方面に向かっていきます。今日は手摘みです。朝一手摘み、はい、もう手摘みを取りました、今朝も。まあ、他にね、入れ替えとか黒瀬町の入れ替えの現場とかいろいろあったんですけど、あとは牛田の手摘みもあったかな、東区の。まあ、ちょっ と朝一なんでね、遠いとこ行きたいなと思って呉の新潟の現場を選びました。まだ太陽が昇る前の広島県、ここはどこになるかな、南区の南区と坂町の境目ぐらいかな。はい、だいたいそんな感じです。海の上を走っております。じゃあ安見山トンネル抜けていきます。今ね7時48分なんですけど、時間指定9時なんですよ。で、到着予定時刻が8時10分なんで、時間はねだいぶ余裕あるんですけど、まあ近くまで攻めておこうと思います。まあ、攻めるっつってもあと 7.6 キロなんですけどね。はい、今安見山トンネル出て18号新潟方面に向かってますけど、渋滞してますね。まずあの安見山トンネル出て、あれ南口になるんかな、あっこの信号までがまず渋滞して、でそれ抜けたかなと思ったらまたこんな感じで渋滞が始まってます。今先小倉の手前なんですけど、正面にこれ高架がね右側からもできてますけど、すごいですね、できましたね、形になりましたね。久しぶりにこっち来たら、ね、これ東広島呉道路の、まあ、最終点、終点ですよ ね東広島方面から呉市街地まで通ってる無料の、まあ、自動車専用道路なんですけど、すごいですね、できましたね。これ前上空にこんな高架はなかったんですけどね、素晴らしい。はい、もう現場まであと5分のところまでやってきました。はい、ローソンです。目の前は185、あ、にちょうど広駅がありますね。広駅もよく現場で来よったな、最近来てないですけども、広駅です。はい、向かいには青山があります。ローソンカフェ、そう、今日からね、あの水とおにぎりを持ってきてます、持参。はい、まあ、深い意味はありませんけど、なんか節約したいなってまた思い始めて、これね、水は昨日あの家に転がってたペットボトルをゆすいで、その中に水道水入れてきました。はい、ほんでこれが、塩むすびね、はい、握ってきました。いや、そんな感じでね、まああの、まあ親父がね、昼間からやっぱバッコラバッコラお金使っちゃいけんなと思ってね、急に思いまして、まあ僕大型なんでね、思い立ったらすぐ行動なんで、だからまあね、その分毎日だから700円ぐらい使ったかな、多い時で1000円ぐらい多分使ってたと思います。はい、なのでそれをまあ減らそうと思って、もうこうやって水とおにぎり持ってきとけばね、まあ言ったらこのコーヒー代ぐらいで1日済みますから。1日150円で済みますよ。だからもう600円ぐらい浮くんじゃないですか。600円700円はね、2万ぐらい浮きますよ1ヶ月で。ね、それでね、子供たちにねしっかり美味しいものをね食べさせてあげてね、そうやってやっていけばいいなと思ってね、
そういうジーコのイメージアップ大作戦でございます。パート2です。はい、パート1は去年年末にね、いつもお世話になっている処分場の、他社のね処分場の方に、微糖を渡すシーンを、撮影しましたんで、それがイメージアップ大作戦のパート1でした。で、今回これがイメージアップ大作戦パート2です。はいね、はい、まあ冗談ですけども、まあ本当ね、自分の、まあ親だったら誰しもそうだと思うんですけど、やっぱり自分より子供ですよ。うん、子供のことにやっぱお金かけてあげたいんでね。はい、で長女もね、もう今中1で、来年度、今年か中2になりますんで、中2中3となったらもうね高校受験も控えますんでね。うん、で中ね、そうこうしょったら次女も同じタイミングで中学生に上がるんで、ねえ、もう恐ろしいですよ。ね、そういうこともありますんで、しっかり節約していこうと思います。まあ家とね、車は仕方ないです。もう買ったもんなんでね、お金がかかるのは仕方ないんで、それ以外のとこでね、節約をしていくという、はい、そんな感じでやっていこうと思います。うん。ああ、うまい。朝日がまぶいね。うん、超 MM。超 MM って意味違うか。超まぶおも。なんか流行りましたよね、僕らが中学生ぐらいの頃ね、ギャル語が、うん、超 MM ってどういう意味だったっけ。あ、僕妹はパラパラ踊ってましたからね、中学生の頃。もう俺がやったら盆踊りになるなでね、話が変わるんですけど、僕ツイッターね、年末当分開いてなくて、宮沢さん、杉谷さん、ホイシャーさん、ホイシャンさんか、ホイシャンさん。で、あと、ともえもんさんからね、ダイレクトメールいただいてまして、すいません、ほんと見るのが遅れて、12月のね、終わり頃にね、いただいてまして、ホイシャンさんはね、出雲に行かれてたみたいで、今、広島ナンバーの青いデュトロが目の前に止まっていたので、まさかジーコさんかと思いましたが、こんな時間に出雲にいらっしゃるわけがないですね、ということでね。もうどんな時間でもね、出雲の方には仕事で行くことはありません。ね。はい。まあ、半分冗談でね、こうやってコメント、メールしてくれたんだと思うんですけども。ね、そうやってね、青いデュトロ見るとね、あらと思っていただけるなんてね、ほんとね、ありがたいですよ。うん。ね。いつかお会いできたらいいんですけど。で、杉谷さんもね、明けましておめでとうございますということでね、宮沢さんも明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたしますということでね、ありがとうございます。ダイレクトメールをいただいてました。ともえもんさんも、ね、ハンバーグの件で、本当にステッカーのお礼と、あと、僕が年末に炒めた腰のお見舞いを兼ねてね、美味しいハンバーグを送っていただいてね、本当ありがとうございました。もう全然僕見てませんでした、ツイッター。すいません。はい。またね、これから見ることはないと思いますけども。うん、本当ね、ツイッター開く習慣がないんですよ、僕。うん、もう全然。もう、それどころじゃないです。YouTube 撮影して編集して、あとコメント返すのでも、精一杯で、ツイッターなんてもう見る間がないんでね、すいません。また気づいたら、見ると思いますんで、よろしくお願いします。はい。じゃあもうちょっとここで休憩して、あと5分ぐらいかな。したら出発したいと思います。超 MM、眩しい。はい、じゃあ休憩も終わって、時間調整終わって出発です。さあ、もうあとこっから5分ですよ。 2.3 キロ。地図ナビ見てたら、こうまっすぐ行くと安見山トンネルあるんですけど、もう一個左側にちょっと古めの、暗めの、多分あれ古い方のトンネルになるんかな、もう一個トンネルがあるんですかね、それていく方に、そっちの方をねくぐっていくみたいです、どうやら。うん、メインの道を行かずに、呉市、新潟、中筋町、中筋町、ちょっとどっちかわからんのですけど、そちらにこれから向かうんで、昔ね、もうこれ 5,6 年前かな、分譲でね、新築が 5,6 棟建ってたんですよ。その現場の時に、今から行く古い方のトンネル左にそれてから抜けた先を左の方へね入っていく現場があったんですよ。あれ以来ですね、うん、あの辺りは本当めったに行くことがないですね。新潟はよく来るんですけど、どっちかといえば海沿い方面ですよね。あの辺りはよく行きます。山沿いの方は行くことがないですね。
右側が大きなトンネルで、こっちが絶対古い方のトンネルでしょ。すごく狭いですよ。言ったらもう半分ぐらいかな、広さが。ね、歩行者、自転車に注意。うわ、あの車えらい真ん中から突っ込んでくるな。回れるみたいなんですけど、まあ、一応こっちが最短のルートということで、こういった狭いトンネルを案内されてます。今から行くとこはね、おそらく中古の物件を買って、ほんでそれをリフォームしてまた売り出すという、まあ、そういったお仕事されてる会社があるんですね、うん、そういう現場だと思います。はい、だからまあリフォームですよね。リフォーム現場の廃材になりますね。じゃあここを左折して、こっからね、あんまり広くないイメージがあるんですよね。まあでも十分に普通車は通れる幅ですね、道幅です。もうこの辺りは新潟中筋町になるかな、はい、ほんじゃ、まあもうすぐ現場に着きますんで、ちょっと手積みしていきたいと思います。お、あ、神社があるね、あの辺ね。お、来た来た、車来たよ。お、止まってくれるんか。やっぱりこの地元の方はね、避けるとこうやっぱよくご存知ですよね。すみや精肉店さん、ありがとうございます。すいません、じゃあ手積みしてきます。はい、今手積みが終わってね、ちょっと現場に水道なかったんで川を洗おうと思って、さっきのねお寺のほとりにね川があったんで、川で水洗おうかなと思って。汚いかな、綺麗よね多分。めっちゃ透き通ったです、水。ほら、すごい綺麗。めっちゃ綺麗。あ、綺麗綺麗、めっちゃ。危ない。お、めっちゃ綺麗だった。手に水すくうとね、全然濁ってないし、ゴミもねないし、すんごい綺麗。だいぶこの山の上流の方から流れてくるのかな、ね、めっちゃ静かでいいところ。はい、でそんな感じで、今日は、呉市新潟中筋町、中筋町からお届けしました。はい、じゃあごきげんよう、さよなら。あー、気持ちいい、川の水、目が覚める。